ご飯も食べれるんですか？松崎さんってスイートだけじゃないんだ。 皆さんやってまいりました火曜日の夜七時エリューの愛でサロブリーよろしくねはい,はい皆さんこんばんはですねもう暑い沖縄 暑いですね,ね。暑い沖縄って言えるのは、このマイクの向こう、電波の向こうではもう内地の人たちがゾロリとみんな待っててくれてるんだよね、<あ>私たちもと。確かにそうですね。ね<え>県外の方も聞いていらっしゃいますもんねそうそうそう。もちろん沖縄の方も聞いてくれてると信じたい私たちでございます。ねえ、いちゃん。何ですか暑さ大丈夫私、暑いのは苦手です。よかったー私もすっごい苦手で。はい、この、あの、 スタートになったじゃない番組。今始まったじゃないはいはい。それまでのぐたぐた感。怖いでしょてない。嫌なんだよ、暑さ。夏バテ中ですかもしかして。思いっきり。あら。なんかもう、胃なんかスカスカ。えご飯食べれてないんですかもう食べれない。なんかこう、よしと思って目の前に来るんだけど、全然だね。そうなんだ。もうダメ。一応何か食べるようにはしてます。食欲なくても。 頑張って食べるようにするんだけど、この目の前に来て、一口二口食べてると、ああ、みたいな。ああ、いいやみたいなね。きっとこれ消化できないんじゃないかなっていう感じになっております。どう消化できてる私、はい。結構元気です。今年の夏は。あの、はい。なんか、肉、肉食べてますよ。 肉が好きです。ねそんな感じで、あの、今日も2時間ね、皆さんのね、お耳がこちらに向いてくれてたならば、はい。もうどん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 愛を溢れさせていきたいそうですね。あのなんだろう。何でかほら忘れたし。えそうそうそう。今日は1次元目は、私さ、f a c e フェイスブック見てた人たちはわかると思うんだけど、1週間前。あのあれ、モトブ もとぶ、もとぶの、まじ、かし、まじかしに、行ってきたわけ。でしっかり行って、わーってテンション上がってんのに、この方と連絡取り合ってるときに、フェイスブックで、まじきた。まじきた。ああ、名前変わってるっすと思って、ごめんなさい。はい。てなわけでですね、今日は、あの、一次元目は、まじ、まじかしの、米沢さんをゲストに。で、二時間目は、 あけみちゃんをゲッおゲ気トまあね、2時間目は2時間目でぶっ飛ぶんでしょうね。ゴーゴーゴーああ、行き過ぎないように頑張っていきたいと思います。<laughs> はい。<laughs> あの、ちゃんおかさんが、エリュさん、米沢さん、んお番デガス。<laughs> お番デガス。<laughs> はい。えー、米ネさんの、え 腹くっつい腹くっついの美味しい話に行きたいです。何ですか腹くっつい。東北ね。そう。腹くっつい、お腹いっぱいっていう。はあ、お腹いっぱいっていうすごいね、ちゃんお母さん。腹くっついって言うんだ。強そう。あの、ね、言いますよね。言いますね。ねえ。てなわけで、今皆さんが、あの、声がこうね、耳元に届いてると思いますが、米沢さんです。 はい。えー、次の曲の時に、米沢さんを紹介していきたいと思いますが、うんはい、えー、今日の一次元目。はい。愛を感じる夏ごはん。夏ごはん。ななんかね、自分の中で思い出に残ってる、うん、愛を感じたなとか、うん、うちではこれが愛ある夏ごはんの定番だよとか、<ー>いろいろやっていきたいと思いますが、うん。はい。はい。 マイク入ってますよね。てなわけで、あのですね、もうこの夏の暑さに負けているエイリューでございますが、うん、それをケイちゃんのこのね、BGM でフォローしてもらいながらやっていきたいと思います。はい、元気なればい人生。ー <laughs> から元気って言って。<laughs> <laughs> まあ2時間は持つでしょう。頑張りましょう。はい。えー、っと、シロくん、今日一番乗りでしたね。暑お,<ー>おーって入ってます。あおー。あー、暑いのがー。<laughs> ハッチさんこんばんははい鶴くんも入ってきておりますねあなんだ私どっか操作ミスあらこうねこうねこうね前の番組の人たちに行っちゃいましたよ大丈夫ですかどこまで戻ればいいのあちょっとケイちゃんごめんえっとハチさんの上から呼んでもらえるちょっと私ずっと下げちゃったみたいえっとね逆逆逆に回したんだえパリックハッチさん今週は来た ということあ、そうなんですよ、すいませんね、選手ね、本当きつかったわ <laughs>、なんかね、きつい、年ごろ 年頃年頃夏の暑さに勝てなくなってきております。はい。鶴くんさん。はい。先週やってなかったエルちゃん待ってたごめん、ごめん。はい、そうなんです。お待たせいたしました。はい。そうなんですよ。すいません。今週よろしくお願いします。はい。そしてそんな鶴くんさん。はい。新潟、今日は過ごしやすかったとのことです。 はい。あ,<ー>あ、そうなんだ。ねえ、鈴木さん。四郎らいだったんでしょうね読めるけど書けない、新潟。はい。はい、えー、続いて、ハッチさん。<laughs> 読めるけど書けない。<laughs> <laughs> 肉食女子ケイちゃんと。はい。はい、そうでございます。はい。はい、えー、あ、新潟では、はい。 ハラクッチエって言うそうです。可愛いね。ハラクッチエって。ハラクッチエなんか可愛いらしいね。柿の種、ハラクッチエまで食べたいですね。柿の種を。はい。おやつじゃないんだ。はい。はい。え、チャオカさんからは、はい。愛がある夏ご飯のお話いただいております。はい。はい。お、じゃあちょっと、なんか。何も大丈夫ですかえっとですね、ちょっと、なんだろう。こ、こいつが邪魔なのかななんだろう 難しいですね。パーソナルコンピューターさん。はい。<laughs> 私、あんまり相性よくないのかな。えっ、ー、とー、うん、えっと、んちゃんお母さんのこれ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 う読んでも今差し支えない感じあ、読んでいいと思いますよ。はい。じゃあお願いします。えー、はい、今日のテーマ、愛がある夏ごはん。はい。えー、やはり、夏バテ気味で、食欲がない時に、そーっと気を使って、優しくて美味しいものを出してくれることかな。あ、 あご飯じゃなくて、対応になってしまいました。てててビール飲まないと、というメッセージです。<laughs> あの、んなんとかナイトって聞くと、価値 <laughs> 割らないと思いでした。ああ、やってましたね。そうですか。ビール飲みながら、もちろんこの番組に耳を傾けていただけてる。と私は信じたいと思います。それがいいですね。はい、はい。えー、でも、なんか愛があるご飯、やはり夏バテ気味で食欲ない。そっと気を使ってくれて、優しく美味しいものを出す。いいですね。そう、すっ、うん、と出してくれるようなね<ー>。私も欲しい、そういう。<laughs> そう、<laughs> <laughs> てなわけで、はい、あの改めてご紹介をしたいと思います。まじかしの、そう、まじかしの。米沢さん。はい。よろ, <laughs> いよろしくお願いします。もう本当、あの、よかったです。よ。 あそうですはい <laughs> あのー、もちろんフェイスブックでその日にアップされたのを見てもう我慢できなくて吹っ飛んでた、はい、<laughs> あの桃ですよねはいもも <laughs> あのー。 もうま、丸ごとピーチ桃のパフェと丸ごとマンゴーのパフェとなぜかそこまで行ってうちの息子はバナナパフェを頼む。やっぱりこれだよとか言ってる息子をちらっと見て「うん、な,なんで?」って言ったら「だってさ」ってみんなと同じもの頼むより、うん、やっぱり王道で行かないとね <laughs> 絶対回ってくるしとか言われながら、まあ、すごかったです。 目で楽しんで。はい、そしてもう舌で味わって、うん、愛を感じましたね。はい、横田さん、はい、<laughs> あのどこで愛を感じたかというと <laughs> 実は。もうその日バナナパフェはすいません。売り切れ。 おしまいってなってたのをなんか特別っていうことで出してもらったこととかで、あのおちみちゃんがねマンゴーって言ってたくせにくせに途中でやっぱりももーってやっぱりももと途中までマンゴーで作ってくれてたのをその上半分がももになってたももえーなにそれ超贅沢ごめんなさいえーいいのそんなのなんか間違ったふりしていいのってか,かちょっとテンション <laughs> <laughs> なんかねあ、あの、上がっちゃうぐらい、すいませんでしたね、ええとんでもないです。もう一つで二つ味わっちゃったみたいな、いいな、美味しかった、あの、結構、サイズありますよね、結構、大きいですよ。ね<え>、うん、ペロンといけちゃった。うんうんうん、生クリームとかは、甘さを抑えてるから美か、美味しかった。へはい美味しかった。 結構あの簡単にいっちゃいますし<え>、であとフルーツも結構入ってるから。<laughs> <laughs> もう最高だったいい特に桃は今、沖縄旬ですからね。え、あの桃んだあれは、あのすいません、山梨なんですけど。<laughs> 沖縄に入ってきて旬の<おい>。<laughs> 桃は山梨です。ああ、びっくりしちゃった。桃、はい、<laughs> 取れるのかなって思いました、ね。そう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 。<laughs> <laughs> もうびっくりしたよ。で あのなんかちょっと時間も時間だったからもうランチは終わってたんだけど自分もだけど行ってあれ何でしたっけあの冷たいお蕎麦あれは沖縄そばの冷製蕎麦<え>そばああそういうものっあるすかすごい珍しい美味しかった、はい、すごちょっとあのタレだけは濃いめのタレにしてるんですけど<ー>ちょっとあの冷やし中華っぽいちょっとタレ<ー>ごまタレっていうか<ー>ピリ辛な,な<ー>でそれにあのちょっと 海ぶどうとちょっと極めつけにパッションもう最高だよパッションってパッションフルーツのパッションじゃないすよね上からかかってるのでもパッション感じるあっ情熱もかかってるよしまた来るぞってなんかここまでなんか1時間どれぐらいかかったかもう記憶にないけど最高いいな行ってみたいって常々思ってるんですけど 行く行きたい、本当に行きたい、行行くきたいなんか本当は私、間近さんは大好きな人と二人で行きたかったんですよ、ああそうすね、の、ロケーション的に、でも大好きな人が見つからなかったんですよ、できなかったと、それまで準備ができなかった、準備ができなかった、準備が必要なそうですね、チャンスも準備もなかった、整いませんで整いませんで整いませんでした、整んかあた、みいでた、いでね。 でもあれいいよね、整うんだから。整うからね。整わなかったんですよ。まあそんなこんなね、誰と行ってもいい。家族で行っても、ほんと楽しめるし、子供たちも喜ぶし。まあそうですね、ファミリーでもいいし、もちろんカップルでもいいし。家族で行きないよ、みんな。なんでそこ、強調女子だけとか。女子だけとかも楽しそう。 女子会いいですね沖縄はほらモアイっていう文化があはいはい。ランチモアイっていうモアイいいなおしゃれランチモアイ間近しいきますレベル高いと思いますあの本当にで私行ってきたよみたいにアップしたらなんか「えりゆ連れてって連れてって」って言ってくる人多くて全部女性あれ女性はねスイーツ好きですからね 私でもごめんなさい甘いのあんまり好きじゃないんですよ出たそうですでもでもお菓子屋さんよく来ますよね行く行くってうんうんっていう感じで選んでますけどはあ美味しかった自分もそんなに甘いの好きじゃないえだからそうなんだうや結構食べるんですよでもやっぱりお店で出すからだからその僕でも がガがいけるような感じにやっぱちょっとこう考えてはいますよ、うん、甘いもの苦手な人でも<ー>でも分かるこうそこの食べてうん、うん、あここのパティシエとかシェフはこういうの好きじゃないんだろうなっていうのが伝わってくる <laughs> 伝わってくるなんかねあの極めてんの。 軽いの食べても重くないというか甘いものが好きな人が甘いもの作ると重いのよ食べて甘いの好きだからね甘いの好きなのに甘口どうすんだいみたいな思うんだけど美味しかったでですすそうねだから僕なんかはやっぱりこの甘いだけじゃなくて食感あるじゃないですか食感あるあるあるあのサクサクとかねえ大事なのは酸味 はい。甘みの中の酸味を飽きないんですよ。うん、ほうほうねこれでちょっと甘さが入ってくると飽きずに長くこの三つで食べれるっていうのがなんか自分が苦手だから食べた時にあずっと甘いと飽きちゃうじゃないですか。わ、うん、かる。ちょっと途中で酸味があったりとか。うん あの、うん、食感がちょっとかパリパリしたりとかすると、ねうんうん、ちょっと飽きないで食べれるかなっていうのでパフェなんか結構そうなってて考えてるんですへーすごいよ。だからあの今せっかくパフェの話出たのにそおそばにも戻るパッションフルーツの種がすっごく食感があのつぶつぶぶし今まで食べた中で一番おいしく感じたわあパッションフルーツ結構やっぱり自分 これあの沖縄の方はファッションと沖縄そばって絶対 NG だと思うんですよ。うんうん、見たことないですもん,かるなんかあの固定観念みたいなね私たちみたいなああのまあ、よそ者ですか <laughs> その食材とかに慣れてない人たちは <laughs> そういう固定概念がないからいろんなものを作っちゃうっていうのは。まあ、そうっなんだ美味しかった 確かに地元の方はだからあの別ででって多いす写真にはパッション載ってるからあの別添えにしてくださいっていうのが結構あったりとかするんですけどあのやっぱ結構酸味が効いてるからああいう冷たいそばにはやっぱ酸味がね合うってパッションなんか香り強いからいいなって <laughs>、うん。本本当当なんかねにああとあの 愛を感じる。すごくやっぱり、出されるものに。<laughs> っね、だってそういう細かいところって、愛がないと気づかないじゃない、うん、ああそうです,ね,うすね,ね。繊細な感じがとってもしたし、うん、スイカのピザ。スイカのピザスイカのピザ。<laughs> ピザどういう状況ですかあの、どうぞ。 あのスイカピザっていうのが今、うんはい、泣き迅村ってあるじゃないですかあ、はいはい、スイカの名産地ですね。はい、でその泣き迅スイカをちょっとこの普通にスイカ出すんじゃなくて、はい、ちょっとこのなんかやってみようかなって思った時に、うん、ちょうどこのスイカって輪切りに縦にするとピザのちょうどホールが入ってですもんね。でそれをちょっとスイカの8カットぐらいにピザのように8カットして。は であの上にフルーツとかへ<ー>あのチョコレート<わ>チョコレートはあのスイカバーからヒントを得てるんですけど <laughs> うん、うん、せてちょっとピザっぽくあの仕上げてそういうことですね,ねもう最高もうなんかおちびちゃんなんて、うん、スイカピザ来た瞬間、うん、もうすべてすべてもうわ、まあなんてスイカピザばっかり食べて <laughs> なんかもう一個食べていいってこう <laughs> 手伸ばして <laughs> そんな感じですよ。おいしそうだな。もうえっとちょっと一度コメント読め読んでいこうかなと思います。えっとここは読んでここが来てえっと吉富さん佐藤さん佐藤さんお茶いただいてます。はいどうも。こんばんはっていう感じでこんばんは。はいはいさっきのゲストさんですね。はいあの今日フェイスブックの方で 見てました <laughs>、はい、えーとですねあ、ちょっと下がらない下がらない鶴くんがモンブランって言ってますがこれは前回のゲストさんの話ですねはいなんだろうこれ戻っちゃうの。えーとえーとしんじさんいらっしゃってますね、はい、エリょさんこんばんは今日も頑張ってくださいはい頑張ります頑張ってますあります <laughs> はいえーとつるくんねそうね違ったってえーとですねこれ <laughs> なんだろう戻っちゃうな戻っちゃうんですかうん よし、このまま画面を動かないで。えっ、ー、と、ちゃんおかさんから石田さんお疲れ様です。今日のテーマ,テーマは愛がある夏ごはんです。<laughs> <laughs> ありがとうございます。ますちゃんおかさん。<laughs> ね、えっ、ー、と、しろくん、サーセンサーセン、すいませんって意味ですね。ああ、なるほど。今日ももう、あの、時期。 あ今の時期しか聞,か聞けないってこところ、うー、すごい、あのー、豪雨ですね、そう、スコール、ましたねなんかピンク色、FM 犬湾の外は、今、ピンク色っていう感じですね、はい、あのすっごい傾い状態、うん、スコール、なんか最近多いですね、外に出たい、今うん。浴びたい、これを、<laughs> そ,うそうそうそう、<laughs> えっと、新次さんから、夏も汗をかく。 キムチ鍋が最高です。おーあんこいい汗かきながらキムチ鍋 ?OM? いや、そういう方ではないですね、しんじさんは。そうなんだ。なんかね、しんじさんはすっごく、なんだろう、親戚の優しいおじさん。なんか、でも、ピシッと決めるとこは決める。なんか、こういう方をご主人に持った方は幸せだろうなって思いますね。いいですね。とってもなんか、 優しいうん、うん、ある方は女性に優しいって言ってますけど、うん、私はそうじゃないと思いますよみんなのことをいつも考えてる方だなってすっごくこうあ,<ー>あの素敵な方ですねもうこれからも末永いお付き合いよろしくお願いします、はい、<laughs> 何を言ってるんでしょうねた、はい、出た出た四郎さん、はい、すんませんこ,こ,これからデートなんですなんか,なんか毎週火曜日デートしてない、うん、だかからね何合わせててるのもしかしてこれ、ね そんな感じで、あの今度ぜひ沖縄にいらしてください。本当ですよ。あの二人で、そしてあのマジカさんに行って、あ<ら>きっと喜ぶはずよ。喜ぶと思う。はい、でなわけで、はい、私たちが感じる愛を感じる夏ご飯はん、い。なんかさっきね、茶岡さんが言ってた、このちょっと夏の暑さで疲れてるときに、<ー>こうね。 癒されるようなちょっと疲れが取,られ,取れるような、ね、食べやすいものがすっと出てきたら、うん、愛を感じるってそうですよね。ね,<ー>ねではけいちゃん、はい、夏愛を感じるようなもの、はい、って何私はうなぎ なるほどね。なるほどね。いや、もともとうなぎは得意じゃないんですよ。うんうん、なんか、あの、皮のぬるぬるしてる感じとか、実は苦手なんですけど、うん、あの、おっていうことうん、食感とかおお<ー>苦手なんですけど、うん、この夏だからとか、あ、イメージ的にの牛の日とか、うんうん、なんかこう、キャンペーン期間じゃないですか。うなぎにとってはね。<laughs> <laughs> そのキャンペーン期間に食べるうなぎの、 あのご飯は好きですあーなるほどねーあーなんかエネルギーもらってるわーっていう気持ちがしますねなるほどねー <laughs> なるほどねーはいそっか米沢さんは僕は、まあ、カレーとかおお<ー><で>カレー野菜カレーああ好きだねーあの野菜にちょっとかぼちゃとかああいきたいおオクラとかああもう飛びつきたいラ <laughs> スとか大好きいい ああえ、今はマジカエさんでカレーは出してるんですかカレーは出してますね。ほ<ー>、まあ、あのまあその仕込みにもよるんですけど、うん、結構スパイシーなんですよへ<ー>えー、明し行いこうかな <laughs> 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 あの、もともとだってこの、海上がりにカレースパイシーカレーみたいなあ<ー>あのちょっとあ 汗をかいてでもさっきの鍋のあれもありましたけどこの汗かきながら食べたいというちょっと辛いカレー。ーあーーあ嫌だよー <laughs> <laughs>、えー。いいな。あの私基本あんまりカレーが得意じゃなくて、はい、普通ごく一般的に知られてるカレーが得意じゃなくて、うん、だからあの。 誰か来るときに出すカレーは、グリーンカレーを出すんですよ。あグリーンカレー。えー、そう。グリーンカレーとか、レッドカレーとか。美味しいですよね、グリーンカレーで。で、でも普通、一般的なルー的なカレーを出すときは、うん、夏に出すのは、うちはあの、あの、シーフードカレーと、あーね、シーフード、でも私欲張りだから、シーフードと言いつつ、チキンもありの、夏野菜もありので、うんうん、あの、 シーフード煮込んじゃうと固くなるし煮込みすぎるとなんか歯ごたえなくなるじゃないですか、うん、さっき米沢さんが言ったようにだからうちはシーフードはバターとニンニクで炒めてそこにあのスパイス入れてちょっとここにはカレー風味をつけて別にしておいてでそこにあのちょっとこっちにとってあの ゼラチンでそれを固めて<え>冷蔵庫に入れててゼラチンで、うん、固めておいて、うん、あとこのエビに使うこの頭とかでスープ取ったのでこのカレールーとか煮て、うん、でカレールーは敷いてご飯のっけてみんな盛り付けていく感じチキンもパリパリでおいしそう今度お届けしますよ <laughs> 無理なので、はい、あの事務所に来てくださいで。 あの夏野菜とかもこうオリーブオイルで焼いてちょっとスパイスやって全部上にのっけるんです別添えがいいですね,ね一緒にやってしまうとこう何<う>ていうんですかあの柔らかくなっちゃうじゃないですかそうそうそうだからただ焼いたのをのっけるとあの雰囲気がバラバラになるので、うん、スパイスは使ってのっけてで最後出す時に固めたゼラチンを砕いて上にのっける、うん、でこのシーフードの味わいが、うん このカレーで溶けるので、あ美味しそう。そうそうだからあのエビとかもプリプリ、イカもプリプリの状態で、イカもエビの味もこのゼラチンから溶け出してカレーと混じってくれる、えー。超うまそう。美味しいよ。うん、美味しいぞ。自分もあの普通のカレーは多分一緒で苦手なんですよ。ああかるか。何が苦手なんですか？かぼ、あジャガイモとか人参とかちょそ食感がない。 うそうはなんかんかわるでもその別添えの野菜とか <laughs> <う>あのシーフードになってくるとちょっとここのの変わるんんですよねそうな,んなんかこの全部美味しく味わいたいみたいなであの多分自己満足だと思うんですけどちょっと手加えたことによってあのみんな愛してるよみたいな <laughs> 食べて食べてみたいな気持ちが強くなるのかなわ <laughs> かんない。<laughs> 手間かかってますからねなんかあのそう同じあのジャガイモ人参、うん、ああなってるのがちょっと苦手自分も苦手ですね<ー>東北だからですか違う、ね、東北あるある関係ない <laughs> あのジャガイモゴロゴロ好きですからね東北人ね <laughs> うそうなんだそうえーでもそのスパイシーなから行きたいですねぜひあの皆さんあの ちょっとと伝えとい,ていいいてですか、うん、出遅れたら結構あの食事とかソールドアウトソーラーねなくなって売り切れちゃってるよねそうね特に夏休みシーズン、うん、そろそろ入ってきてるから、うんね、特に土日なんかはね<え>あもうやっぱり昼もう昼間のあランチ時間でバーンとなくなっちゃうんでちょっと前の晩から食べないで <laughs> カレーもあの、ね、冷製のおそばも食べたいな。 予約いただくのが一番いいですね。ねえほんとあれは予約した方がいいかもほんと結構ね売り切れてましたよねそうですねすげえ大人気ですねそフルーツとか今まあマンゴーとかなんですけど桃もそうなんですけど結局朝まあ桃とかは別ですけどマンゴーとかも近くの農園から僕があの 見て撮ってっくるんで<ー>だからもうその日に取れたものすぐ出しますからもうなくなればもうまた次の日取りに行ってってすぐだからなくなっちゃうんですよ<ー>ああもう最高あれ朝営業時間って何時から何時でしたっけ朝営業時間は11時からラストオーダーが日没ですね日没, <laughs> 日没じゃあ今さ8時ぐらいも明るいじゃないそうですねどうするの ?OK、はい、そうまあはいあの言ってます そうかえー、っとなんかあとちょっと私ピコってなったんだけど、うん、シャンパンとか結構あったよね<え>シャンパンパありますえお酒も出してるんですかで,そうで私思わずこっから代行で帰るかホテル取るかどっち安いんだろうって思ったんだけど <laughs> ホテルじゃなないかなでも、うん、ちょっとあそこに泊まるのも勇気いるよね、はい、雰囲気的にあの近辺のホテル なんか、一人で行っても、お友達がいっぱい出そうみたいな。え、どういうこと?。あ、あの近辺。近辺。はい。大丈夫ですよ。あの辺りは。あの辺り、全然大丈夫です。あの、近く、近くにある、あの、もうすぐ近くにあるグリーンパーコーテルさん。あそこ、あの、ショートコースのゴルフ場を。あの、練習場がある。ゴルフ場なんで。もう、企画的中は、綺麗です。本当?。なんか、ちょっと怖かった。だから、もし、泊まられるんであれば、あの、ちょっと、近くまで行って、マハイナさんとか、ホテルマハイナ。うん。 とかはははあえとかもう綺麗なところあるいいホテルですよね、はい、え一泊いくらぐらいなんだろうマハイナさんは例えばもう飲むつもりでいるやつ、ね、<laughs> グリーンパークさんだと三千五百円、うん、安い でも、近くションゲストハウスでも、自分は最初、引っ越してくる前はグリーンパークさん3か月ぐらい住んでたことだから全然大丈夫ですじゃあ、二次会しますか、みんなでグリーンパークさんにねいいですしマハエナさんだとシーズンにもあるけど5000とか1万円とかじゃあ、そんな気分で行ってもいいよね、例えば友達とか来たら朝から間近しさに乗り込んでわーって朝から。 ね食事して飲んで、うん、デザートまで行って外でこう涼んで、うん、あお腹すいたたっっててま入それかもうあの辺ありはペンションとかゲストハウス的なのが結構多いのでで綺麗なところ多いんですよだからみんな家族とか56人ぐらいで一棟狩りして,て結構比較的綺麗なとかあってそんなに多分値段 1人5000円とか4000円ぐらいで,、うんうん、で5人で4名で2万円とか、うん、そんな感じだと思いますよ。え楽しそうい,いなちょっと誰かみんな行きません <laughs>、あのー、条件はできればあ言えないな<え> <laughs> まあそんなこんなででございますが、はい、いいですねそういうなんかあいいなそれいいないいなねけケちゃんいいよね,ね<ー>ケいちゃんたちも若い子たちで。 いいじゃない。なんか舞台のメンバー誘ってみんなで行くとか超楽しそうですね。いいはずよそれ。やっぱりなんかさ楽しいのいいよね。いいと思います。一回ちょっと切れちゃいましたね。ちょっと旅行気分みたいな感じなんで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 。なんかなんか調子悪いですか。怖いお話がちょこっと入ってからかな。うんうん。ちゃあもうなんか。 え、そんなコーナーでございますね。いいね。その、そんな感じで行くのも。うん、いいなぁ。こっち旅行みたいな感じで。はい、えっ、ー、と、ちゃんおかさんが、やはりカレー。きっとちゃんおかさんも夏はカレーなんでしょうね。うん。あお腹空いてきた。食欲ないっていうのは嘘だな <laughs> あなんかお腹なりそう。<laughs> 元気出てきましたどうかな。<laughs> <laughs> えっと、シグナスさん。はい。えー、また画面がずれちゃったよ。おあら。 えっと、エリオさん、ケイちゃん、こんにちは。こんにちは。今、那覇市大雨、レインコートだって。大変だね。えー、結構降りましたね。もう上がってますかね。ねねわ、これ、結構前のかもしんない。うわト<ー>飛んでる、飛んでる、飛んでる。えっ、ー、と、<laughs> チャラ男、AKB ファン。<laughs> どうしたんですか名前変わりましたね。あの、あれじゃない今度、ほら、うん、あのー、リスナー、 の特番やるん。そう、そうなんですか。で、あの前もって、あの自分で、あの。あの言っといた方がいいと思ったんじゃない。あ、チャラ男である。とというこチャラ男であるということ。ちょっと冷たかった言い方。いや、別にヒント。あ、なんかこう真面目に説明しようと思ったら、冷たかったかな、そんな気持ちは。ちょっとあるだけ。ちょっと、えっと、えりやさん、けんちゃん、こんばんは。えっと、えりやさんの夜、よ、夜じゃないや。料理食べたい。 あじゃあ、あのー、材料費、あのー、<え>徴収しますよ。<laughs> そんな厳しい <laughs> え、厳しいですかね <laughs>。<laughs> <laughs> なんかすごい厳しいけど <laughs>、今日 <laughs> うまま<笑><笑>。ごめんね、そんなつもりはないんだけど、んそんなつもりはない。 あの、優しくしようとは思ってんだけど、なんだはい。はい。そんなこんなのね。そんなの。メッセージも来ておりますよ。はい、ケイちゃんお願いします。えこちら。シローさんからのメッセージ。はい。エルさん、ケイちゃん、ゲストさん、こんばんは。はい。テーマ、愛のあるご飯。はい。母親が毎日作る食事ですね。特に、夏に作るカレー。やっぱりカレーいこれいいんだね。 うん。そして二次元目の文もということでメッセージいただいております。後ほど紹介しましょうね。はい。圧をでしたというメッセージで。すありがとうございます。はい。え多分これあの AKB ファンさんだと思うんだけど、あの早いもの勝ちって出てるから、あ本当早いもの勝ちだよ。ね。うん。そうね。私の料理を皆さんに振る舞いたいけど場所はどこで？どこでだろうね。あの技能湾の。 ロビーが小皿のロビー？ああ、立食パーティーみたいな。そうですね。雰囲気的には。そうですね。楽しそう。間近しのキッチン使ってもいいですか。本当？あそこ使っていいの？めっちゃ大丈夫。本当？大丈夫です。もし皆さんがこうあるなファンミーティングみたいな。おお。どうぞ。あんなキッチン使っていいの？いいですよ。どうぞどうぞ。うわ。 すごい、すごいわけ。<laughs> そうなんですか。キッチンがんあんなの夢だよね。キッチンと、あと隣はあのスイーツのファクトリーもあるので、うん、ぜひあの。料理を皆さんにね、提供されたらい,いんじゃないですか。ーすごーいうわー、やだ、わー、すごい。あ、ちょっとすごい。どう,どうぞ、どうぞ。あ、すよ。え、これって、何? <laughs> ご<い> <laughs> ご。ご褒美?。<laughs> わー、すごい、なんか私、なんかめちゃくちゃ嬉しいんですけど。うん うわ私、とにかく料理が好きで。うん。うわまず食べに行きます。<laughs> もうえぇ、ー、嬉しいなえ、嬉しい。ケイちゃん行こうね。行きます。絶対行きます。メッセージもう一つ来てるんですよ。はい、でもね、お名前が書かれてない。誰だろう。はい、えっとね、カレーが食べたくなりました。どこにありますかって。あの、普通にネットで、 あの、マジキタマジキタマジカシマジカシで調食べたら、なんでマジできたかって思ったのあ、マジできたかっ思っそう、マジできたかみたいな。あの、多分あの、食べた時の感動だと思う、私。うわそうそう思ったうわ、マジでもうこれだなって思ったんだよね。だからマジキタになっちゃった。私の中で。実はマジカシってどういう意味なんですかね本気のお菓子。マジなお菓子。えぇーなんでマジカシなんだ へーあすごいでもそうそうあのマジカさんで調べてもらってポポーンって出るよねポポーンと出るんですねはいじゃあネットでマジカ氏と調べてみてくださいえでなんかあるんですよね実はイベントがえはいあのあそうだ七月もう十六日なんですけどほうほうえ土曜日すぐじゃないですかじゃんだだ見えるかなあっちあどこどこどのカメラ こっちかそうで海洋博の記念公園のところで花火大会が毎年やってるじゃないですかはい去年もやってましたよね。あ、やってましたで、今年もあのコロナさんコロナビルさんえっと、プロデュースじゃなくてプロデュースは僕らなんですけどサポートがコロナビルさんでで、一緒にちょっとイベントやろうということで。 あのバーベキューとスイーツの食べ放題でちょっと待ってこれはやっぱりホテル取った方がいいよねホテル空いてないですよもう <laughs> もう空いてないんだうん <laughs> どうしよう今でもペンションとか、うん、自分の知り合いで、うん、あのなんていうんですかこ,ここなら空いてるよっていうのはあのウィークリーマンションみたいなの空いてるみたいでそういうところはもしかしてまだ取れるかもしれない えだってこの時間に行ってあの帰ってくるのつらい大変なんですよ <laughs>、ね、だからもう泊まりが本当はいいんですよね朝早く行ってで泊まって帰ってこないともう一日もうやだ車の中っていう <laughs> え行こっかなぜひぜひ来てくださいまだあと残り20名ですからおお<ー>。本当 <laughs> あの何、うん、広いわけ、うん、テラスでバーベキューするの あのもう店内全部貸し切りでイベントをしてますけど<で>花火はすごい大きいってわけじゃないんですよ、うん、でもあのまあ大きく近くでごちゃごちゃしたいところで見るのか、うん、ゆっくりあのバーベキューとかスイーツ食べながらのんびり,、うん、んびり見るのか、うん、絶対のんびりがいいと思う<で>私あの去年一昨年かな 本当にビーチで見たんだけど、うんはい、あの海洋博の花ってったいった,ったもうはっきり言って嫌だわけえ、うん、<laughs> あの、ね、私何が嫌かっていうと、うん、あのこう湿度が高くって、うん、このベタってなるあの感じが大嫌いだわけ、うん、いつでもこう肌がサラサラしてないと、うん、なんかこう。 安,安定しないといとうか精神が <laughs> <laughs> としてますもんねなんかねあれがとっても苦手で、うん、でもこのなんかすごくイベント好きな人がいて、うん、もうどこにでも行きたがる人がいるわけ、はい、で嫌だと言ってもそれは遠慮してるって取るみたいで、うん、無理やり連れて行こうとするんだよね <laughs> もういい迷惑だと思ってうん、うん、で,でも行ったら行ったでこのなんか内地の花火と違って、うん、なんかやっぱり雰囲気が違うのと。 いいんだよすっごい盛り上がるわけ、うん、でも隣にいた外人が花火上がったたんび暴れるわけえうわーとか言ってでその都度私に砂がかかるわけ嫌だー暴れないでほしい砂がかかて相当暴れてますねそうなんか酔っ払って足バタバタするんだよね <laughs> しまいに私どうしたと思うわからないです日本語で「お前帰れ」<laughs> <laughs> インジャパニーズで言っちゃったうそしたらその外人私が怒ってるの分かったんだろうね ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。かわいいじゃないですか。で、私、そこに、あ、大人げないなって思ったけど、許さん。お前のせいで花火がちっとも楽しくないとか言って。だから、ビーチでは、うん、うん、うん。だから、これいいですね。はい。クーラーもついてるし。そうですね。はい。最高。一回、二回全部貸し切り。嫌なわけ。 暑いですもんね。夜といえどもいい夏は暑い。ほんと、あのー、だってうち24時間クーラーつけっぱなしですから、ね。えー、マジでうん。マジかしいマジかしい。い <laughs> <laughs> もうなんかいちいち言いに行くからねもうちょっと調整してくれるクーラーと。暑いから。え、うん、そうなんだ。そうで私がご飯作り始めると、うん、クーラーの温度をぐっとみんな下げてくれますから、ね。 みんな分かってるんですね。だんだんイライラし始めるのがわかるんでしょう <laughs>、まあ。えー、これいいですね。バーベキューにスイーツの食べ放題。はい、そうです。すごい。で、あの今年海洋博の海海洋博が四十周年なんですよ。へえー、そうなんだ。えー、で、こいつもあの一万発？まあ、はい。でも今年は一万四千発。ちょっと四千発増えてるんですよ、ねー。すげえ。すごい。 今年はあのスペシャルなあのイベントになってるんで料金的にももう女性であれば2500円ですからえっと女性って死ぬまで女性、はい、あ、そう,そ,うそ,うそうじゃないですかねきっとねなんかさなんとなく女子会って言いづらくてね私いやそんなことないと思います <Okay. S 1> いつまでもへえー、そっかえー、これいいの行きたい あのもし言っていただければ、その宿泊場所も確認してそんな高くないと思いますよ。ねえ、これってさ、メンズとレディースの M と L だったんだ、そうです、そうです。私、何が M サイズで何が L サイズずっともサイズって、どういうこと胃袋の大きさとか、測らないといけない、自己申告でみたいな、そっかそうです。行くとしたら土曜日だな うん、あいいのちょっとお家帰ってすぐ子供たちにあの言って行こう、うん、やったえー、そうなんだえこれは何時から始まるんでしたっけこのイベント自体は、はいえー、4時40分から一応お店はオープンまあ音楽コロナさんがちょっとあのサンセットフェスとか、はい、あのやってるじゃないですか、うん、今ちょうどやってますね トミングスクはははいはい、はいそのちょっとあのミュージックを、えー、あのちょっとこのマジカシさんの方にもっていうので今回持ってきて DJ なんかもお、えー、わすごい、えー、音楽はでもそんなに激しくないですあの、うん、もうゆったりした音楽でこのまったり<ー>あのしようっていうのコンセプトなんでああいいな最高で音楽はまあ5時ぐらいから少しずつかかりだして、はい、でフードは実際は6時から。 8時までこの焼肉のとスイーツがこう食べ放題になります。じゃあこの時あのなんていうの今まで普通の営業もするの午前中とかは。午前中はもうあの多聴はしますよ、うん、でも,も11時から何時ぐらいまで ?11 時からそうですねまあ昼過ぎぐらいまでですねランチ終わるぐらいまで<ー>そっか。はい、なるほどねじゃあ朝早く行って ランチ食べて車で涼んでああのフェイスブックしながら待ってて、うんはい、もいいんだよね。まあ、そでも大丈夫です。<laughs> 朝入りなんですね。<laughs> そう。パフェ食べたいなと思いながらね。<laughs> で、えー、とちゃんおかさんがいいところが聞こえなかったぞってどの,どの辺が聞こえなかったの,のだちょっとさっきねごめんなさい。チューキャスがが切れてんのが、うんあのごめん 気づかなかったんだな。ごめんね。えっと、チャラ男と AKB ファーさん、厳しいなって。うん、愛の無知ですよ。みんなほら、AKB ファーさんのこと好きじゃないだから、私ぐらいいいじゃん。あれどういう意味私ぐらいいいじゃん。厳しくても嫌いでも嫌いじゃない嫌いじゃないですよね。はい。ってなわけで、今度ね、本当リスナーさんたちの特番楽しみにしてますよ。はい。差し入れに行きましょうね。いですね。はい。えっと、 カレーとかねえっとこの時のバーベキューはい誰が焼くのこれはあのまあもちろん店のシェフシェフが焼いてくれるんあと僕も焼きますはいあの立ち位置的に米沢さんはい、うん、はいどのいどん、うん、僕は ま、一応、ま、お店ではマネージャーというか店長みたいな立場なんですけど、一応今は料理もやるし、<laughs> うん、あのもちろんホールも立つし <laughs>、うんあの、スイーツも作りやすい <laughs> 何す。でもやりまです。う何でもできた。やはい、あのね、うん、この間近市の中で、はいあの、かっこいいよ、めっちゃくちゃ。ああ吉さんなんかね、うんこう なんかファッション雑誌というか、うん、そういう情報誌の中の一ページを見てるみたい、うん、こう米沢さんが動くと。本当ですか。かっこいい。<laughs> スタイルいいですもんね。めっちゃかっこいい。うんあ。ありがとうございます。はい。うん。 さんそれも楽しみにいってますのちゃんおかさんがみんなで行くしかないねって言ってました。で、ちゃんおかさん、みんな集めてくださいメッセージたくさん来てますご紹介してもいいですかお願いしまら、神戸のぞみさんからのメッセージ。えりゅうさん、きいちゃん、こんばんは。神戸市須磨区からサイマルを介して拝聴しております。今日は朝から歯医者へ。半年ごとの歯科検診に行ってまいりました。 でもね、ううううねあの…分かんない、どうでしょうね。私の場合は、はい、親知らずが3本生えており、はい、抜歯しておりません、えー親。親知らずと健康な歯の間にある隙間を修正する作業を半年ごとにしております。皆さんにお伺いします。歯科研修行かれてますかと。なんか私の知ってる人は、1か月に1回ぐらい行ってるみたいな。え、うん、マジですごいな。えらいな。えらい言ってます全然行ってないですね。 でもあの、やっぱり半年に1回ぐらい歯石を取りたいなっていうのいお掃除お掃除したいなっていうのがあって確かにちゃん私もね、実は親知らず生えてるんですけどもう生える隙間がなくて変なふうに出てきちゃってるんですねで、それがたまに痛くって痛いっってなた時はきます私、親知らずあの、抜きましたよ。 あのきつかったた抜抜く自分もいんですよでもすごい痛い痛いって言って行った時はすごいビビってたんですけど僕は全然痛くないじめっゃ素直に生えてたんだね私の親知らず奥に向かって生えててでこの口を開けたり閉じたり開けたり閉じたりいいんだよね。なんかねそれでやるにこの 傷つけちゃうんだよね口<あ>口の中自分の,口の中自分何で痛いんだろうと思って歯医者さんに行ったら<ー>親知らずが奥に向かって相当親から逃げたいんだねって笑われたんだけど <laughs> なんかちょっと、うん、そうだろうなと思いながら「でこれ抜いた方がいいよ」って言われて抜いたんだけど,、うん、ど3本抜いて1本はあの根っこがちょっと曲がってて。うん あの、半年置いて抜きにいった猫。ああそうなんだ、えー、きつかったーー痛そう浮いたかった熱出してその後ああやっぱ歯を抜いたあれだそう,う、えー、もう勘弁してって思って3日ぐらい寝込んだいいんだそうなんだ私うもう抜きたいんですけど、うん、まだ抜けないって言われてまだ出てきてないのかもねそうなんです痛いんですけどね、うん、でもあっちだと麻酔、 しっかりかけて、うん、もう切開して取っちゃう、ね、そうですよね切開しますねあのあの親知らずはな,いなくてもいいって言って逆に後で大変なので、うん、そうなんだ、うん、ねえ、はい、大変よねで今の子たちってなんかやっぱりお口が小さいので、うん、あのなんかね生えてこない子とかもいるってね,ね、うん、そんな感じですね、はあ、そっか このイベントまでに歯の痛いの直しといて。直したい。<laughs> ああマジでお腹空いてきたなー。えいつでしたっけ？七月？十六です。十六、えー、日。はい。ああ。で黒…あのちょっと途中だったんですけど。はい,はいはい。えー、ごめんなさいね。八時八時まで食事なんですけど、八時から九時までが花火。うん、あ。一時間花火。でクローズが九時半。 っていう感じになりますんで。なるほどね。そうだからいい感じでまあ四時四時半ぐらいにお店に入って、うん、で五時から音楽で少し、うん、まあお酒飲んだりドリンク飲んだりして<ー>まあ六時から食事で六時から二時間八時まで食事していただいて八時から花火をまたゆっくり見ていただくっていう感じになります。いいな。お腹すいた。楽しそうあの。組数ももう多く入れな限定でも人数はい、うんうん、入れれるようにしてるんで。 そんなにお店もこうごちゃごちゃ混まない感じでゆったりできるようにはしてるので最高もう本当に席もおしゃれで最高だないいな行きたいなであの、うん、女性が多いんですよ今回やっぱ参加者がほとんどははい。 女性,女性ばっかり<う>やっぱり女性が多いのなんでかなとはだってなんか涼しいところで美味しいもの食べれてで花火も見れちゃってって言ったら女の人喜ぶよね喜ぶ行くそれは、ね、うわ行きたいなちょっと周りに声かけてみようお肉とかも全部自分たちでこっちがやあの僕たちで焼くので、うん、特に何も持ってくるものもないですしうーんはい 本当にゆっくりいいなでなんかあのちょっと子供向けに駄菓子とかそういうのもいろいろスイーツの横に置いたりしてやりたいなと思って自分すごい駄菓子好きなんですよやっぱりねやっぱり好きよね駄菓子どんな駄菓子がライカムあるじゃないですかあそこに「夢や」っていう駄菓子があるんですけどもうあそこに行っちゃうと1時間ぐらいずっと。 もういちゃうんだねえ <laughs> えーとちゃんおかさんが、はい、まったりゆったりい,いいね行くしかないね、うん、ほんとですよほんとほんとまたそしてこの話を聞いて行くしかないなってでも来てくださいよね本、ねね、ほんとですね本当来て来て来て。さ遊びに来てくれたらいいのに、はい、であのチャラ男と AKB ファンさんは全然 <laughs> 全然行ってないなってどこにですか沖縄にあ沖縄になんか沖縄あれ <ん>沖縄マラソンの時も来てたよね。あーすごいです、ね、あと何かのと時来てたよね、うん。で、女性、いいっすよね。<laughs> 来るつもり帰るつもり <laughs> うんいいよいいよ、おいでおいでよ。ねえ、本当なんか楽しめそう。うんはい、そんな中で、やっぱり歯医者の話って、<laughs> 全然言ってないなあ <laughs> あ。そっちかい。 え、でも、あ、そそうう、歯医者さんといえばあの、私歯医者さんに行くと歯磨き上手だねって褒められてだから今まで「歯石溜まってるね」って言われたことがないすごいすね、それであの歯磨き大好きだわけなんかあふふんって笑いながらやってて好き歯医者さんに褒められるいいですね 長,長く磨いてるんですかうんとまずブクブクペッってうがいして普通に磨いた後にブラッシング時間的には何分もやるどれぐらいだろう3分ぐらいすごい長いってわけじゃないですねブラッシングもこうなんかやりながら楽しんでるんあの 下とかも磨きます。うんうんうん。でなんかわかるよね。なんか今体調崩れてるなとかっていうのね歯磨きの疲れ。本当皆さん体調管理いろいろとやっていきましょうね。暑いし。えこれいきたいな。二週間後ぐらい？はい。もう二週間ないですよ。あそっか十日ぐらい。はい。今日は五ですから。いつですかね。はい。うわ早く申し込まないと。 ええー、行きたいな。お申し込みどうしたらいいんですか。ねえはい、お、申し込みですね。あの、こちらの電話番号があるんですけども、はい、あのお問い合わせ先お伝えしてもよろしいですか。ええー、ゼロ九八ゼロ五一の六六八八ですね。はい。ああ、なんかいい番号。うん、あの。 <laughs> こんいい6688って物質にこだわらないで自分の中心に収まった時、はいはい、素晴らしい祝福がやってくるっていうそなんでまあ僕の上司というかオーナーなんですけども、はあうん、すごい八が好きなんですよ。お 末広がりとかってなって電話番号とか車のナンバーとか何にでも8を縁起担ぎなのかだから必ず6はちょっとあれじゃなくて8は必ず入れるようにとで財運をもっと強くしたい時は3と8を組み合わせるといいんだよとそうあなたの財運はもう保証されましたっていうエネルギーだごい じゃもう明日ナンバー変えますね。そう三八三八とかそう。えそうなの初めてですね。はい。数字に関して何かお問い合わせがあればお答えしますよ。そんな意味があるんだ三と八とかそう。へえ。なんかいろいろねもう食べ物で盛り上がってきてねもうちょっとしか時間ないんですけど。なんか愛を感じる感じだなっていうのふと思い出すものって何かあります？あ。 料理ですそそううなんか自分が作ったものでもいいし出されたものでそうですねあのお味噌汁僕は結構お味噌汁が好きなんで結構やっぱ具材とかにもこだわるんですけどやっぱその料理のほかに例えばハンバーグ定食とかじゃないですかあれちょっとこうお味噌汁がついてるとあんかちょっと優しいなっていう確かに味噌汁食べるとほっとしますよねそうですすねとる 私も味噌汁好きです。あ、うちの味噌汁はきのこがいっぱい入ってます。あーいいなー。あのー、うちしっかり出しとるので。はい。うんうん、あ、味噌汁か。なんか元気ない時とかに。食べると、なんか元気出てきますよね。そうですね。ね。ちょっと沖縄の味噌汁って、<ー>あのー、なんかキャ、キャベ、レタスかな。レタスが入ってたりとか。か入ってますね。あのー、ちょっとこう、テイストが。 違うじゃないですか。あのスープ感覚にいっちゃいますよね、具材がね。この味噌汁定食とか、あのあるじゃないですか。メインです味噌汁が。びっくりしましたややりませんでした？沖縄来て例えばこうどっかご飯食べに行って、なんかこの定食頼んでで味噌汁も頼んじゃって両方定食だった。私たちはわかんないわけ。味噌汁がこの。 メインとはからずだから必ずやってるはずよ、内地の人たちは。ちゃんぽんとかもね、そうこれちゃんぽんなのみたいなのとか、そうですね結構沖縄に来て分からなかったことっていっぱいありますけど、すべて大盛りサイズだし、定食屋さんとか結構ね大盛りで出してくれて大盛り頼んでないんですけどみたいな、普通ですって言われて。そうであの もうお持ち帰りは当たり前うん、うん、でもあ,あそうですね、ねお持ち帰りあれもちょっと愛だなって感じますよね、うん、あれはいい、すごくう,す、ね、うん 2>, 2食分ぐらいありますかね、余裕で ねだからあの一応まじかしもお持ち帰りできるようになってるんですよあのやっぱり地元の人たちお持ち帰りするんであ、そうなんだなんかこうちょっと袋に入れてあげたりとか言われればちゃんとするようにしてますじゃあ今度沖縄ならではだと思う沖縄ならではなんですかこれないですねあっちでは持ち帰りはほとんど禁止へーそうなんだそうですでもやっぱり地元の方がみんな持ち帰りできる持ち帰りできるって言うんでこれはもう準備しないとって えー、ゃあ、うんと、えーと、えと、AKB ファンさん、俺はしめじ、えのき、豚汁も好きいいですねこれが愛を感じるんですね。私、豚汁だったら、やっぱりなんかどうしても、ね、私たち東北だと、芋煮回っていうのが、芋うでそう秋になると、その時期に取れた野菜で、こう、ね、外でね、夜会炊飯のようなことをするんだけど。 そうすると梅干しのおにぎりとか、うん、おお<ー>なんかこう、ね、この組み合わせみたいなやってくださいよ秋に間近しでもう二回もう二回, 2> 2回 <laughs> そうですね <laughs> 無理あいやあの結構宮城の方も多いので、うん、なんかいいかもしれないですね。 あのおにぎりは私がなんもう何いくらでも握っていかん、い <laughs> でももう何個でも任して、<laughs> お店でお米は炊くので、であの握るのはお願いします。<laughs> あっけ、あたしのおにぎり評判いいのよ。へえ、うん昔から。海苔もじゃあ持っていく。<laughs> はいわかります。なんかどうすんのっていうぐらい届くわけ。<laughs> 海苔が、<laughs> 海苔が海苔もお茶もいろんなものが、いろんなの届きますもんね。そうあの昨日は昨日かなさくらんぼが見ただけでお腹いっぱいになったという。 いいな、桜も。なんかでもいっぱい届きますね、大量に。ね。普通んちですよ。あの、胃袋も。もう、なんか、ありがとうございます。でも、皆さん、ほんと、感謝ですよ。はい。えっと、芋煮って、山形は醤油味で牛肉使って。そうなんだ。宮城は味噌味で。豚肉使ってって感じでしょう。そうです。これは、あの、もめるんですよ。もめるんだ。しかも。そう。どっちの。芋煮がうまいかん。何、それ。そう。 どっちが好き僕はあの、山形の方が、ね、美味しいなったも<よ>米沢さんっていうぐらいだからね、はい。はい、山形…牛の話あの米沢という名字は山形の名字なのよ、うん。結構ね古くからある本当にもうしっかりした流れの名字なので、ねうん。へえ。一応ルーツは山形にあると。 言われてるんですけど。はあ、そうなんですか。私山形って言ったら、うん、あの。あの、なんだっけ、もうまた、あの。ボンって忘れてしまう。しゅ周平、なんだっけ、なんとか周平。なんとか周平。蝉時雨とか。はい。うどはい。あ、ですか。藤沢周平、あ、違うな。藤、なんだっけ。あの、自分の大好きなさ、あの。ねえ。うん。 方なのに忘れてしまあの歌が山形の鶴岡をとても愛してて久米旅館っていうところの旅館を常宿にしててそこでもう出筆活動をずっとしててもうその方が書いた原稿が飾ってある希望したらその人が使ってた部屋に泊まれで私あまりに藤沢周平だで私あまりにもこの人が好きで泊まりに来ましたよ。料理も最高 部部屋ももう全最高、うん、でただし子供が泊まれないのああやっぱり子もちょっとよ汚しちゃったりとかそううるさいのもダメこの雰囲気をっていうかねうでもうそのまた別館みたいなのがあってそっちは家族連れでもいいよっていう、うん、あのあるんですけどちょっと今年10月ぐらい行ってみようかなと思って、うん、いいですね, 2>, ね2泊3日ぐらいでんなんか好きでねその人の模索品が全部持ってるので。 へえ、いいですね。なんかね、ほんわかしたこのね、あの、うん、武家社会を書いてるんだけど、うん、なんかこう、殺伐としたものとかでも、うん、なんかこう、どっかが優しいというか、うんうん、現実は現実として見ながらも、そこから苦しい中でも、このなんか、 優しさだったり愛だったりをこう見つけていくような作品が多いわけだからあれは雪深い東北のなんかそういうものに関わってんのかななんて思うんだけど昨日やってましたね藤沢周平のちょっとなんかドラマかなんかドラマななってるんんですかかあの方もなんかあのちょっと子供が生まれて8ヶ月ぐらいで奥さんを亡くしちゃって再婚してっていうなんかねそういうのがあるんだけど。 もうなんかまた好きになったかなとねえちゃんおかさんいいですよね藤沢周平もう大好きです私あの方がはいまたツイキャス切れてますねあ大丈夫かなうんしょオッ ?OK はいつながりましたねはあ何これそんなこんなねあお休みとかってあるんでしたっけお店ですかお店はないです年おおすごいいつ行っても OK そうですね。はい。ただこれからはやっぱりあの観光シーズン入ってくるんで、もし来られる方はあのできればあの事前にお店に連絡いただいた方があのより良いサービスができると思いますので。うあた明日行こうかな。あ、ぜひ来てください。行きます。あ、もうお腹ペコペコにしていこう。ね、いいですね。そんなこんなで本当に一時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。 いやもうこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はいてなわけではい <laughs> 次元目終了、はい、おい 明美ちゃん、準備を。あ、いいにょん。はい、どうぞはい、では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 。はい、はい、帰ってきましたよ。はい、二次元目。うん。はい。お、二次元目と同時に、うん、タロちゃん。のほーん、えりゅうさん、ケイちゃん、こんばんは。お、こんばんは。 都内をさまよい中どうしたのそれとも何かを探してるのん何何何何何をどうなってるのわ<ん>からないよん何えっ<ょ>さまよってるって何をさまよってるのねえどうなんでしょうね愛じゃないといいですね愛を探してさまよってるのか何かをあ、な何 <laughs> それではご飯っておーいちゃんお母さんなんも信じられないな <laughs> いこれからも盛り上がろうと思ってるのにお腹すいちゃったもんねお腹すいたな ということで、はい、メッセージ来てますよ。はい、リヒトのママさんからのメッセージ。はい、こんばんは。はい、こんばんは。えー、先々週は、リスナープレゼントをありがとうございました。けいこさんお疲れ様でした。そしてエリュウさん、会いたかったです。ねえ、死んた。<ねー> <laughs> えー。笑いもありつつ、後半は涙が止まりませんでした。一緒に行った娘は、今度舞台に立つ予定があって、刺激されたんでしょうね。ものすごく食い入りように見ていて。 え、帰り道で早く稽古がしたい、舞台に立ちたい、と思いを膨らませていました。舞台には、娘が初 CM で共演させていただいた方が出演されていて、約10年ぶりの再会もできましたよ。本当に素敵なプレゼントありがとうございました。愛を感じるリヒトママさんからのメッセージです。ありがとうございます。来てくれたんですよ、実は。この前の家の一秒。<ー>はい、あ,ありがとうございます。そう。 遊びに来てくれて、喋っちゃったねてなわけで二次元目はあ明みちゃんが来ております。はいこんばんは紹介もされてるので喋ってしまいました。紹介してからメッセージいこうと思ったんだけどメッセージ OK ケー言ってちが大丈夫大丈夫。ごめんね。何でもありだから。んてなわけでいきますか。えっと二次元目のテーマ覚えてる えーとね、マジでな、ありえなー、はい笑。笑わせてくれてありがとう。笑わせてくれてありがとう。あ、笑わせてくれてありがとう。<laughs> そういうテーマなんですね。ね。あ、なんか愛のあるっていうやつじゃないんだ、さっきの。あ 愛のあるごはん一応聞いとくよしじゃあ、あけみの愛のあるごはん、スタートさあ、あるよ。あのね、あれ、ゲットってあるでしょお餅とか包みやつのやあれをあぶって香りを出して、その上に私、サーモンのカルパッチョ大好きなんだけど、サーモンがずらって並んで、上だけをバーナーであぶって、パプリカとかにちょっとソース、あんかけみたいな。大好き このさ、なんていうの、この葉っぱの香りと、もう。この料理の天満がやばいと思って、なんかさ、あの。もう、なんか、あのさ、はい、あのさ、あのさ、あ、月桃の。はい、そのまんま、もう、なんか、こう、なんか、一回、下処理してから使わないと。あ、の月桃があまりにも強くって。私。なんかね、アウトなわけ、一回、炙って。あ、と、ね。えっと。 水でボイルちょっとボイル軽くしてええららいい乾かす意味でも炙ったみたいなあのさほんと一回うちでも何か使うときに一回蒸すそして蒸す蒸すそうすることによってきついんだよね香りとか成分がだからゲットの葉っぱは一回全部蒸してからそうすると今酸性ウだったりいろんな環境的なものがあるから一回流すわけそれから使うようにしてる。 いいね。ボイルして。ボイルして。ああ。上にね、もう料理が盛り付けられて。やばい。いいよね。最高の幸せだった。ちょっとさ、そのお店の名前は言えないんだけど、これさ、お店とのお約束で、言わないっていう約束で、この間言わないって約束だけど、今言っちゃうんですか名前は言わない。名前は言わない。だって出来になっちゃうもん。 だそれじゃそうだから名前は言わないけどすっごいいい店がもういい店がなんて失礼しましたいいお店が那覇にあるわけもう本当にあ何だろうもう静かに大切にいただくという感じでご夫婦でやっててもう奥さんは着物でおしゃれもうもうすて うるさいやつとか行儀<ー>のできてないやつとかは連れて行きたくない。うん、<laughs> 本当。うん、であの日本酒もウイスキーも、うん、えーとワインも揃ってるうわんでもある,あるこれは何メインのお店食。和食,和食そうで謙虚でありながら、うん、しっかり個性を出してる だからそういう人だけ連れて行きたい店いや私連れてってもらえるかしらあの OK でも割り勘ねもちろんめっちゃ高いわけ1万ぐらいは覚悟してねえけほんとにそんなにすごいねあのなんていうかゆはたでいでだくとたで酢うんたで食う虫も好き好きってってちょっと辛い葉っぱなんだけどこれをなんていうのかなこうなんていうのかなこう うん、な、なにこう…もみくちゃのしてもちゃにして<もう> <laughs> <laughs> 今、ぜひちゃんね、もみくちゃにしてたからた、ね、<laughs> ちょっとすったのを、お酢でちょっとね、<laughs> やっていくんだけどうん…そのすった物体が何かも私は分かって、ね、<laughs> あの、見た目は、<laughs> あの、空心菜みたいな葉っぱなわけ、垂れ<ー>て、うん、でも、味は全然違うわけへぇもう、これがね、今ちょうど小あゆのシーズン 夏がやってきたのであゆがだい出てくる中で、うん、最初にこのハッスンというかその辺で出てきたのがこのその中にね小あゆの甘露煮が出てきた、うん、でこのどんどんお料理が進んでいく中で小あゆの天ぷらが出てきたここであの3歳の、うん、もう天ぷらとかも,うもうすもう素敵にもなんか<ー>ね本当に味わうというかね。うん、日本酒 沖縄であゆが食べれるお店あるんですね多分ここだけだと思うねえ聞いたことない沖縄でなんかこうやっぱりこの連れてってくれたいやくださった方が私がもうめっちゃ尊敬してるもうなんか人にもうデートですねいや素敵いやもうんかあのもう最高だった で、この人もなんかあの周りの人がわあ、誰々さんこんなにようなんて珍しいですねってお店の人にも言われるこの帰り代行で一緒に帰ってくる時も、うん、あもちょっと思わせぶりですねなんかねあの相当こうね、とても楽しかったんでしょうねってこんなに言われるなんて。もうめっっちゃ面のい、ね、うわ一幸せだった <laughs> ねもう気持ちよく酔ってくださってその方もね。次の日あの電話が来てメリュうさん昨日ちょっとね私あの酔いすぎてませんでした失礼なことしませんでしたっていうそのね素敵だよの電話がフォローがいいですねもうなんかとんでもないもう最後までもキラキラした素敵な会話を楽しませていただきましたこのラビラビのトークもう大好きうましいね ダ女性なんです女性なんでえもう私この方にめちゃくちゃ憧れててえありまとうござ女性でも憧れる素敵な人っていいですか何かねまず品があるで謙虚さもあるんだけど自己主張もしっかりしているわ敵かっこいいであの私あの相手の意見は聞くけど私はこうよとはっきり言える人でも なんか理にかなったことを言うので納得ができるというか、うん、あの本当に日本人としての立ち振る舞いだったりとかうん、うん、あの人としての思いやりだったりとか、うん、なんかね素敵なのよ。うもう所作一つ一つが。 もう、もうあの,れるあの、一緒に、なんか写真撮っていいですか、うん、いいわよって言って、すっとこうね、なんかすっともう、もう、なんかもう大好きその方を目の前にして、<laughs> 私、もう大好きなんですって、ね、うん、もう、何、うさんって言われるぐらい、もう大好きを連発して、うん、そう。 最高ですね。そう。だから私もそんな風に言われる女性になりたいと思うんだけど。大好きだよ。もし連れて行ってやる。マリカンドゼ。でも本当にもうなんかねあのお店の人にもモハリュウ社にもエリュさんとろけるような顔して見てるよ。本当に今お話ししてるだけでもね。ね。少女のよう。とろんとしてるもん。もうもうめっちゃ。 じゃあ憧れる、ああ、そういう憧れる人がいるの素敵。ね、なんか、私さ、異性でここまで、な、本当だよ。聞いたないかもしれない。ああ、もうめっちゃ好きとか。いや、憧れるとか。どう、ある私。いや、今までの中で。見たことない。だよね。初めてこういう顔見た。多分、あと、なんかこの間実はさ、何曜日私たち会ったの。いつだっけ。 え、土曜日、金曜日か土曜日、曜日え、いつ?。あ、違うよ。金曜日、私帰ってきた日だから。あその翌々日ぐらい。あ、そうだよ。土曜日は。 何この秘密の会話日曜日にあったわけこの前のそう。日前通訳があったからそう日曜日誘っ土曜日誘ったら予定あるカモ何かカモのやつ夕方に予定が入る予定って返してああねなんかそれに関してすぐ私頑張れって怒られてたのねあのそん時さなんかあのそうで日曜日にじゃあ したらさ4時半以降ならいいよって来たわけ「あけみちゃん<ー>日曜日だから早くしようよ」「<laughs> 早く会って早く今日は解散してあ明日からねまた頑張らんといけないから」って言ってんのに「じゃあじゃあそうしよう」って「じゃあ4時カフェカフェかどっかにああの行こうかな」って言ってんのに、まあ、その前にさ4時だよ四時四時半四時4時半,4時4時半遅い早くしようじゃあ2時」 早いっていう。二 <laughs> 時は早いんだね。<laughs> じゃあ何時になったのかな？三時かな？結局四時半。なん<時> <laughs> <laughs> だって？いやあのー、なんかさそれのあれもあるんだよ。あのー、なんかさ、うん、じゃあじゃあどこ行く？なんとかうんどうせなんか私たちは会ってもダーッと喋るからじゃあカラオケボックス行って、うん、誰も邪魔しないとこで話すか。 個室 <腰 S 1> <な>でそ<う> <laughs> でもだったら事務所でいいじゃんってなってじゃあ事務所集合ねってなって、うん、カラオケいらないじゃん気づいて、うん、全然別にいらないね <laughs>、うん、空間が欲しいだけですよねそうそうそう、ね、そう,そう,そうじゃあ好きなものを何か持ち寄ってってなってるのにでなんか二人とも思いつかなくてねそう。 直前までさそうも<え>さで車で向かいながらもまだ決まらないわけ、うん、で二人で、うん、なんかあ,あのみちゃんあの今ローズガーデンいるけどエリューさんケーキ何がいい?」うーんそこチーズケーキとさアップルパイが美味しかったはず」って言いながら「うん、あじゃあうんそれでいいうんそれでいい,いや私まだなんかピザ取ろうと思うんだけど」うん、って言って <laughs> うん、うん、で。 ピザ、あだピザとケーキで、<laughs> で、ちょっとこれなーって思って、あとお寿司とって。そう、お寿司。えー、したらさ、なんか二人で。 飲つってねえそう事務所だよ仕事場一応私も遠慮したっけここ事務所だしな場だしなでも飲みたいなこのシチュエーションと思いながら思うでも言い出せなくてでもアルコールソフトドリンクみたいなニュアンスはちょっと駆け引きがあってやっぱなと思いながらねいい具合に赤ワインがエりゆさんのとこ冷蔵庫にね ちゃんと入ったのいい感じで赤ワインが待ってたんだ赤ワインがね惜しかったね惜しかったねあれ惜しかった惜しい惜しいあのけいちゃんきっとなんかイベントやってんだろうなぁとか思いながらあー土日ははいなんか舞台終わったらもう仕事ですよとか言ってたから髪も切って切れましたはいね。 可愛いよありがとうございますでも何その舞台の番宣、私テレビのロケで行ってくれて見たよ見た見た見たテレビでもてそれがさ面白いのがテレビで出てるのを知り合いがあエリオの友達だって二人ともエリオの友達だって iPad で撮って撮ってくれて できたんだけど<ー>前のフェイスブックに送ってきてるから届かないわけ。あ, <laughs> あ、そうだね。で,で今度なんかまた別なやつで見て、えー、おおお,おこれだなこれだなと思って、<ー>おお、うん、面白いと思いながら。ありがとうございます。はい、でさあ、<laughs> うんあのあれだよ。 面白かったですね面白かった私の天然ぶりが違う違う番組じゃなくて日曜日の二人の大きな勘違いな本当にエイリウさんびっくりだよやめてどういうことその場にケイちゃんいてほしかったぐらい突っ込み必要だったなんかねさすがの私も私そんなにあんまり人のちょっとなんか発想違うとか普通にあるからあんまり気がつかないわけ素通りしちゃうんだけどその時の会話は って、さすがの私もどういう意味みたいな嘘でしょみたいな勘違い勘違いじゃないな思い込み思い込みはあでしょみたいな本気で言ってそれって小学生でしょそう小学生レベルでありゅうさんみたいなうんどういうことでしょうってね何かまあ恋バナになったんですけどあああなああ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 あ 公共の場で私は、うん、自分の恋愛の話を知らなくちゃいけないのかなと今日ああ、あ覚悟しつつでも、そのエリュさんのお茶目なところも知りたいな知ってほしいなっていう気持ちもありつつ自然にその流れに持っていきたいねだから笑わせてくれたよになんだね <laughs> 本当今日の2時間目のテーマはあ、はあ。 そうなん、久しぶりに腹の底から笑いました私びっくりした何にですかあ、じゃあさ、れいちゃんの…れいちゃん…れいちゃんって誰だよ、けいちゃんだろって感じあ、けいこけいちゃんの恋愛感はどんな感じか、ちょっと質問していいですか恋愛感恋愛感恋愛感というか、恋愛感だったりこの恋愛のステージだったり あの、いろいろあるじゃんあるねーうんうんうんじゃあさうん、うん、いきなり大きなバック難しいけどねうん、うん、そう何を話していいか分かんないか、うん、じゃあ <laughs> けいちゃんはどのタイミングで手繋つなぐの <laughs> な手をつなごうと思って <laughs>、うん、手をつなげる雰囲気だったら手をつなぐよねー、うん、えだからそのでもそこまでいくのにまずは、うん、え手って一番最初つなぐもんでしょつなぐ べきところのスタートってこと?え。えなんかこの恋愛スタート。うん。してなんか、好きかな?。みたいな、うん、なこの。友達と彼になる。まあ、お付き合いしようっていう。うん、ああ、恋愛のスタートで、まず手を繋ぐかってこと?そ。そうそう。まず手を繋ぐかなぐの。あ、恋愛じゃなくても普通に手を繋ぐけど。<の>ええー。 全然なんかさ待って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 なになに腕こんなとかじゃなくてふざけてこうとかじゃなくてああここ,このこれこあこれかれ指からめ手をつなぐやつあそれは恋愛じゃないとつながないかもしれないでもでもなんか始まるか始まんないかぐらいはやっぱり手つなぐでしょ 始まるか、始まらない<れ>違うのってょっまだけ生々しくなってきたけど。えええ違うね。え何だからさ、これが、あきみちゃんにこの間大爆笑されたわけ。そこから始まると、うん、意味が分からないはず。えどう話せばいいの <laughs> 分かんない何。何を答えればいいの私は。え分かんない,い。最終的なところ、この時間で言っちゃ、言えるのこの、大丈夫。 着地できるかどうかの話、今日着地せず離陸したままで終わってもいいと思うけどまずさ、一つ一つ段階踏むタイプ、エルスっていうか、私、それはその人によるかも、その人による飛び越えていく場合もありますね、もう飛び込んじゃうって時もあるそうそう、あるある、勢いでとかね、やっぱり勢い大事そうだよ勢い大事だよね。勢い大事だと思う ねえ別に女性からでもありじゃんそう友達になった瞬間難しくなるからそう強引にそうだよ,、ね、強引にそうだよほら鶴,くん,が久しぶり鶴くんがまず手が,、うん、手が一番かな、うん、だよね手をつないで、えー、でなんかあなんかお互いの体温とかなんか空気感を知って進んでいくっちゅうもんじゃないのそれあじゃそれエリューさんタイプだねえ え、もう手を繋ぐと思うけど。うん、ほんとね。あしたはこ言いないからちょっとあれだよね。いや、あ美みちゃんは、なんかもっと、なんかこう、そう、もっと近くなってからになってからしか手を繋げないんだ。そう、そうなんだ。なんかさ、えまださ、親しくもないのに、手繋ぐっていいのかなとか思わないなんかさ、いいんじゃないかな。えー、手はもう、 手いで、例えばさ例えば元彼とかが誰かと歩いてます手をこうやってつないでます手をギュッて指を絡めた手のつなぎ方をして今それねもう絶対浮気してるでしょって分かるさ友達じゃないさああそれはねでしょでだからそういう親しくならないとそういうつなぎ方はできないよねって思うわけ。 でも手を、だからそれだけじゃなくてさ、なんかこう手つなぐ、手を添えてもらうとか全然平気だよ。添え、それなんていうのかな、例えば、ランランって、ランラン、そうそう手つなぐんだ。よそんな可愛いことはしたことないかもしれない。そうなんだ。雑私今だに手つなぐよ。うん、それは関係もないその前の段階で。 だってそっからじゃないの、うん、っていう話になってさゆ、えー、みちゃんに大爆笑されたわけそうエリューさんはそれを踏んでないのに飛び越えて次のステップにはいけないっていうから「<う>小学生か」って言って笑ったんだけど <laughs> 分かんない。 どっちがおかしいのか分かんないだってだってケイちゃんはどのパターンもいいんじゃないって言ってるからねそうだよねどっちスタートでもいいと思いますよ相手にもよるかなってことかなと思うでもさエルーさんに関しては多分どんなタイプが来てもまず手をつなぐことをやっていなければ次にはいかないわけ相手が迫ってきてもきっとああ例えばすでに気持ちがある うん。うん。場合だったら、うん。ありでしょ全然あり。うん、違うそこそう。ケイちゃんさすが。あの、あれ、そうなの。そう。もし、好きな人があっちも好きでいてくれて、自分も好きって。相手もってことね。そう、相手もね。ごめんなさい。失礼ね。失礼でした。あの、相手の方も、相手の方もね。相手の方も恋があって。はい。 で、こっちも声があることをなんとなくも気づいてくれている。なんとなくね。はんはんで、もうなんかこう雰囲気良くて。うん。で、そういういい感じになりました。はいはいはい。別に断る理由ないさ。ないんですね。エリュウさんはさ、うん、まだ手も繋いでいないのにさ、そういうことしちゃダメっていう。あー、感じ。<laughs> <laughs> 私最初してんのかなと思っただからお子ちゃまかってって笑ったんですけどでんか「焦らしすぎだよ」ってえ違う違う違う」でいろんなこうねこうでこうでいろんな話をね過去の話をね二人いろんなことを話してたらあの鈍すぎないエリューさんがそうそうエリューさんは恋愛偏差値がね その話よくく聞からでもこまでとは思わなかったよって言われたわけだって自分が好きかどうか気付かないレベルっていう話をよく聞いてたから自分が好きかどうかほら時間かかるって言ったじゃない相手のこと好きかどうかっていうのを気付くうん。でもあけみちゃんの話はこの好きって気付いてからのこのあとが鈍すぎるって私にそう好きって気付いたあと気付いたのに何その なんかこのねスピード感がないというかあでも好きって気付いてでもその感じが楽しいもあるんじゃないですか気づかないふりをしてるとかなないい友達の距離感でみたいな明美ちゃんに言われて「えっ!?」てって言ってる顔に「えみたいなでもお互いに自分のことはちょっと気付いてないんだよね。 そう、自分のことはね。まあ、わかんないですもんね。でも、楽しいよね。けいちゃんはあれ、あの、楽しいよね大人だね。けいちゃんは。一番そのさ。あ、まだ、あ、好き、ちょっと気づいてきた。でも、この距離感も楽しい。もうちょい、その感じを味わおうって、できる人。あ、もう、いっぱい、そういうのが。好きすごい。すごい。あ、そういう。次から、そういう味わいを楽しもう。あ、というか、気づいてだって、例えばさ。 例えばえうそういう相手が、まあ、23人いたとしても問題はないわけじゃない ?23 人例えばね例えばそうそうだって実際に恋愛関係があるわけじゃないしお互いに<ー> 3> 2, 3だったら23人じゃなくてもいいじゃんもっといてもあもっといても別にそれは、ねうん、なんかそういうのはいっぱいいるわけよなんかテレビの中の人に憧れるキュンみたいなあじゃなくてこの なんか恋愛かリアルに関係にはなってないけど私はそれをいっぱいいてもいいと思うよあの全然早、はいじゃその時手つなぐその人とつながないそれはたぶんつないじゃった次に進んじゃうからつな<ー>がないようにするかもでもここで誤解を生まないようにやっとおくんだけど私あの京都の 京都の人友達なんかよく分からんけど来たわけさでそれであのせんべろで飲んだわけで私飲むと歩きたくなるからわかる歩きたくなるわけ走ったりさしたくなるからなんかハーッてごまかしながらずっと事務所まで歩ったんだけどその時にその人があんまりにもフラ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 してるからほ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 らっていう感じであの幼稚園の子供 引、うん、くみたいな気分で手はつないだけど、うんうん、あのそこには気持ちは別にないなというのは言っておこうかなうあその方に誤解を <laughs>、うん、そう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 ,そう今その本人に対して言ってるんだそう違うぞって恋愛公共の電波を通してね言っておこうとだってその人さ私に、うん、あのなんか私その時ちょっとみんなの前で言ったんだよねなんか、うん、私は やっぱり恋愛向いてないんだよねって言ったら、うん、その人がさ「エリ、うん、ゅうさん可愛いですよってもしエリゅうさんが俺に好きって言ったらもうすぐキスする」って言われてる、うん、言うわけないじゃんってなって絶対ありえないし, <laughs> ゾッとしって言いちいっとなんか誰かわからんけどゾッとしちゃった、うん、でもその人はゾッとするタイプでもないなんか可愛らしい、うん、なんか古いクマさんみたいな。 古いクマさんクマ、うん、さ,さんはいいけど古いんだね <laughs> そうなんかちょっと年齢目をちょっと重ねたじなんかクマさんってふわふわして可愛らしくって、うん、なんかギュってしたくなるじゃない、うん、そんな感じは起きない感じのクマ、うん、そうなんだ、うん、ちょっと俺疲れたよってだらけてるような感じのタイプの優しいクマさんへえ、うん、それ以外のなんかねあれはテンションは何も上がらないという <laughs> うんでも手をつないでそれは危ない危ないほら,ほらみたいな でえーとか言われたときにえーじゃないよ、介護だよ、介護って言いながらそういうのはよくやるかもね、気持ちがある人は都合よく解釈するからね手繋いだってレジ袋あったらレジ袋に手入れてつなぐよとか言いながら、歩きましたた関節持って、はいいみなレジ袋に自分の手入れて相手と似てくるって言ってキュって縛って、はい、いな ままああこれ冗談ですねそんなこんなでどうしてもこの3人が揃うと恋愛の話になっちゃうねって勝手になんかそういうお題なのでそお題なんあの笑わせてくれてありがとうそれがもともと恋愛の話だったってことですね私たち2人メッセンジャーとかでもやり取りするとすぐ恋愛の話恋愛勘違いの話とかさ勘違いして普通はこう。 なんか、みんなには知らしめないことを、うん、私にはちゃんと教えてくれるわけで。<laughs> 一語一句、教えてくれるんですねそ。それは本当に誰にも言えないような <laughs> <laughs> 内容が、エリさんに、<laughs> メッセンジャーで一人くらいさ、聞いてもらいたいじゃんね。<laughs> でも、あれはさ、<laughs> 本当勘違い。言葉のさ、あの、そう、言葉のあやってすごいね。あれ、あやかい?。すごく大雑把な言葉。面白かったよね、なんかね。本当。本当に。明美ちゃん、ほら、番組やってたの、やめたじゃない。そうなのえ、どっちの話?。どの番組の話?。昼間の番組?。ああ。あの、別のやつ。 人とちょっとやる別のやつ別の方とやっていらっしゃるあの方でございますねあのこの時々ねちょっとこの悪な私が出てくるあのこの悪な部分とかブラックアケミーブラックあのブラックっていう悪だな悪なんだえブラックと悪は悪の方がなんか良くないあそうなんだそうなんだやっぱりさ誰もああるじゃん でも悪に気づかないで悪やってるやつは最悪だけどさ。<laughs> 最悪。最悪だけど。<laughs> なもっとも悪。<laughs> ちょっと今。<laughs> 悪みたいなぐらいがなんかいいんじゃないうん、うん、小悪魔的な分かっててやってます的ないやー違うね。<ー>本当に意地悪かな。あ,<ー> <laughs> あとなんか人のステージでバカなことやってるとこう引っ張っていきたくなるときあるね。人のステージで。あと<ー>人の土俵でさ。<ー>もうさ相手しない方がいいそういうの。うん、分かった。<laughs> <laughs> 分かんないけど <laughs>。<laughs> そういうの相手にしたらどうレベルだよ。 あけみちゃんは、分かってて分かんないとか、うん、あの、二人でいると結構ストレートバンバン言っていくんだけど、誰かこう入ってきたら、<ー>あの、なんかね、やっぱりこうね、そう私二人以上、もう三人になるとダメなんだよね。<laughs> ダメなんだ今、目標なんだよね。目標しないここ。<laughs> お酒がないとダメなんだ。<目>あけみちゃんの目標知ってる分 <laughs> かんない。 本音で喋る。そう。これ本音じゃないんだじゃあ。今は本音。そう。本当の確信は言えてない。そう。あのなんか私もあけみちゃんも本音で話すというのがテーマになってて、でも本音って言っても私は本音言ってんだけど、あけみちゃんは可愛らしく素直なのよこの子。ほうほう。で、あのけいちゃんはもう可愛いのよ。可愛らしくとかじゃなくてなんか可愛いのよけいちゃん。で、私は素直なんだけどあ違う。 え本音なんだけど素直じゃないのよ。ああ、わかる。わかるああ、難しい。それ、うん、本音だけど。ある人が私にアバサーってあだ名つけたの。アバサーなんか、魚プーってすぐ膨れる。かわいい。かわいくないよかわいくないなんかさ、かわいいと思う。またプーってしてるのとか言われると。 なんか、プーってできなくなるよね。言ってじゃん。プーっとしてるって。プーってしてますって。っててあ、やだ。ごめんね。あの、いわき。介護ありがとうございます。<laughs> <laughs> 本人から連絡来ちゃった。い <laughs> や今日聞いてんだ。なんかこのまま聞いてないとか言ってたから。でもこれ、ネタだからね。いわき。 まあね、ネタじゃないでしょ。<laughs> 違う。でもさ、<laughs> この岩崎、私呼んでんだけど、<laughs> この岩崎、岩崎さん、岩崎、岩崎さん、岩崎にしといて、岩崎、うん、って言ったらすぐ私のフェイスブックでこいつだってわかるから <laughs>。本当？あ言っちゃったし。岩崎さん、岩崎 <laughs> さんが、でねこの人、はい、めっちゃいい人だっけ。 <laughs> もうう遅いと思よ違う違うフォローしてるわけじゃなくてこの人も私がいいやつだって思ってるのは分かってるわけ、うん。ななんかんでかっていうと、うん、なんか「あー今ちょっと声聞きたかったんだよね」って「どうしたの?」みたいな、うん、そういうなんかね、うん、い,い,いい友達いい仲間、うん。うん しいいいわけめちゃくちゃゃくいいなんかねそういう友達がいると心強いね、うん、ん心強いかどうかわかんないけど <laughs> 人の弱みにつけ込んで <laughs> なんかこう言ってくんのよ私が言ってほしくない名前を連呼してくるのでそのタイミングがバッチリってことそう <laughs> <laughs> ある意味すごい <laughs> なんかこらみたいなこと思いますけどねなんか多分9月か10月ごろ来るのでその時みんなで飲みに行こう<ー>あっ、ねね、そうそうさっき言った京都の人あ<ー>あ,<ー>あ私のフェイスブックチェックしたらすぐ分かるよあこいつだーみたいな<ー> <laughs> ごめんねー <laughs>、はい、えっ、ー、とですね、うん、えっとえっ、ー、とえっ、ー、とつるくんはまず手貝 手が一番かなそうだよねーって感じねあー、えー、先の話かチャラオこと AKB ファン<う>名前変わってんねそうそうチャラオくっつけたねあははえっ、ー、と強引に手をつなぐ勢いでキスエリュウさんは真面目やそう真面目えー、でもさ <laughs>、うん 勢いでキスってやっぱり相手もその気があるのが分かっててだったらいいんだけどそうじゃなかったら私なんか申し訳ないけど油断者だから小テンパにやっつけるよそれはそっちもあれでしょうっそっちって <laughs> それもやっぱりリサーチした上で<当>でしょ、ね、なんか勘違いしてる人とかいるよね、うん、はあはあ, <laughs> あ,あ申し訳ないけどもし私そんな気ないのにそんなことされたら、うんうんうん、ごめんだけどうん、うん 救急車準備しなさいっていう感じじゃないボコボコにこやられるよだって嫌じゃんいやいや絶対嫌だねプライベートでそれは嫌だなエタノール買ってきて、ゆすぐ口何エタノールでゆすいちゃうの大丈夫ダメですね自分がすいえっと、タロちゃんえもう満員電車無理 酒臭いし汗臭いし嫌だよね私も嫌だなかどこ行ってもすれ違う時に汗臭かったりとかする人がもう近くいたらあってテンション下がるねしょうがないけどねこのついの時期はい全然嫌だね何あのチャラ男って呼んでいいあのだって全部読むのしんどいんだもんあの AKB ファンさん悪女あみちゃん

まあそんなこんなでね笑わせてくれるネタなんて私たちの周りにはわんさかありますからに面私さもう自分で自分が嫌になるぐらい笑ったんだけどあのある人がねある人がある人がねある人が俺ゲイだからって言ったわけ。 <で>あ、わ、うん、かんないけどうん、うん、でそれで私あそうなんだうん、うん、なんかそこでちょっとホッとしたんだよね。ほっとしたんだ、うん、あゲイなんだって本気で冗談だったらしいんだけどで、他の人もそのゲイ,ゲイなんだって聞いた時「え初耳」とかなんとかってこうなってたかあこの人、うん、カミングアウトしたんだなたみたいな感じで私は受け取ったわけ。 だからあ,あそうなんだって私はなんかそれ聞いてふー、うんそっかそっかってすんなり入ってきて、うん、でその後にこの人のいろんな行動を見てて、うん、ゲーって言ったじゃんゲーじゃないじゃんって思った時に、うん、なんか自分を笑った私ってなんか何でも本気にすんだなってそれあるよねだって言ってるんだもんね。なんか呆れた いや、でもなんだろう、冗談でそういうこと言う人はあんまり好きじゃないかも、私。そう、私好きよ。そうなんだ。この人は。面白いので、他、他のところも面白い。なんか本当にゲイな人にちょっと失礼かも。でも、あの、私ね、失礼っても思わないんだよね。あの、ゲイの人に失礼とか、あの、レズビアンの人に失礼っていうところが、もうなんかこう、 別に見ちゃううといかだってさ私たち中にこうやっているじゃないこうやってみんなでいる中で平気でタメ口聞けたりとかさブレイコンの時に「お前何やってんだよ」とか「お前女癖悪いな」とか「あの男癖悪いな」とかさ「でお前チャラごめんねイケビン」とかって言う時にある時こう図星なこと言っちゃう時もあるわけじゃない。 何お前。冗談で言ったけどうん。冗談だったんだけど、図星だったこととか。そんな時に、あーとか、知ってても図星なこと言っちゃったりするわけで、あの、そんな時に、ある意味こう、あ、ごめんって言っちゃうと逆に傷つけたりとか。だから、この中で。あ、逆に。そうそうそう。だから、私は、この、逆にごめんっていうことが相手に対して失礼だったりとか、あの、この、逆にこう、 ちょっと距離を置いてる感が私は相手に失礼だなとだからあの私の友達に友達、うん、私は友達というか仲間と思ってるんだけど、うん、もうなんかいろんな人がいるわけでうん、うん、もう同性が大好きなんか私結構そういう人好きなわけようん、うん、なんでかっていうと、うん、安心だわけ私は。 ってことは私に興味ないなとかそういう雰囲気になんないで済むなみたいな私は安心だわけどっちかっていうとゲイって言われたりあのね私、安心だわけ私、ゲイのお友達多いかもだからなんかね旅行とか行っても一緒のヘイトマン。 だからなんかね、うん、オッケーだわけだ,だからこの、うんうん、なんか狭間というかそういうのも、うん、なんかこう今度なんか今日あのー、諸見里杉子さんがアップしてたんだけど7月のいつだったか忘れたけど、うん、那覇で、うんうん、このね同性愛の方の あの結婚式を那覇でやるみたいなね。そうだからこういう風にあのでそれになんか一口千円ぐらいでなかこうやるみたいな記事が載っててうなんかいいかもねと思ったんだけど一口千円なんか応援するみたいな応援しますみたいな第一回目私の同級生だったあそうそうだった多分そんな感じだと思うだから私さ逆にそんなのがなくなってなんかみんなが本当に普通に ののこ意識特別意識もなくなんかもう普通なのよ普通になんか人を愛するとか好きになるっていうの条件じゃないじゃん条件で好きになったりする人もいるよこの人のこの仕事職業とかこれだったら自分がなんかこうだなとかステータスでとかってでも私そういうの見るとがっかりするわけあなんか私 は違ううなといかだってさ私人好きになる時にもしこの人が今倒れて寝たきりになっても私の気持ちは変わらないっていう状況で相手を好きになってるからそだよねだから全然なんでもないわけだから前あのなんかさ「俺ホームレスです」みたいなのでくれた子がいたじゃないああいましたねだから本当なんかそんなのも全然関係なくてなんかもう惚れ込んじゃうというか別にこう。 恋に落ちるとかそんなダメ的なものではなくってその人が持ってる条件を好きになってるわけじゃなくてなんかこの人が好きなのみたいなところがあるからそうですねただい女とかにははななりたくいそれ嫌だだねからそんな部分で付き合っていける人だけが今私の周りにどんどん集まってくるしこの夏でそれがこう。 なんていうのかね私が仕分けするわけじゃないけどすべてのエネルギーの関係でもうなんか多分離れちゃうんだろうな私が。私の友達もやっぱりこう何か妥協してたりとかそういう友達とどんどん話が合わなくなってくるしあの合わなくなってくるし足が向かなくなるし私もだからそんななんかこう上っ面な付き合いだったら。 なんかこうがっつり付き合ってる人の方が楽しいじゃないまあ確かかにねなんかこうちょっとここまで言っていいのみたいな <laughs> 的なことまで、うん、そんなのも考えずにこう、うん、言えちゃう関係、うん、でなんかこうなんかそこにはやきもちも何にもなく、うん、もう可愛いなとか,んなんかそんなのがいい。 だからもう7月8月私にとっての節目になりそうだなって感じがする7月8月か7月8月誕生日だよね8月誕生日あそうなんだそういつだっけ10日 ?11 日11か、うん、そっかはいそこは邪魔しないでおくねいや相手がいなかったらお願いします OKOK <laughs> <laughs> この前の予定の人は どっちの方だっけあんま聞かない方がいいどっちだっけ予定の人何だった予定が入る予定の人。予定が入る予定の人は予定をすっぽかして別の人のところに行った。これはもうあれだね。そうもうね気持ちないなと思った私の中で。ねでも私なんか同級生のグループラインがあってあの、小中学校のそこに。 シグナスさん、ほらまた優しいお顔の方がギャラリーにシグナスさんにここから食べて、そんてんお腹空いてます？空いてる。まだ開ける？食べたい。あのでも本当だよね。そう今ほら何本音でおっか話そうっていうテーマでちょっとそのやってみたんだけどさ。 画面消えたえっいたついた大丈夫大丈夫大丈夫でもさ一回試してみたわけみんなにオープンにしていいかなみたいなそしたら一回試したけどそのグループはやっぱオープンにしてもなんかちょっと違うって思ったから本当にオープンにできる人だけにしようって決めたあのオープン意味分かる引いていく人たちもいるよね引いていく人もいるし 逆に変な心配されたりとか大丈夫みたいなあの何選ばなきゃ伝えるアイテム実は私シングルなんですよとかっていうとあのんかえ責任負わなくちゃいけないの時にこう構える人たちもいるわけじゃないえ男性側ねね別に頼ってるつもりはないないですけどそうなんだ そううい空気出す人びっくりするけどいるねえちょっと待ってみたいなねうんでもその人の価値観の中でそういう恋愛対象に入ってないからきっとだからそれはそれでねでもうん恋愛対象って一体して何なんだろうねうん何なんだろう私その恋愛対象そうだな なんかねそれなくていいと思うなんか本当に人としてこう,、うん、こうなんか尊敬できるとかあなんかこの人といて居心地いいとか<ー>話が弾むとかさそんなんでいいんじゃないかなと、ね、私今そこがさ微妙ななんだよ居心地がよくって、うん、一緒にいて、うん、楽しい人は恋愛感情ないわけ、うん、あそうなんだ心地がよくてうん 話も通うんだよえでも恋愛感情ないの好きにならないですかそういう相手ってえ、なんかあっありがとあちゃん。ありがとうなんだろうなあの私人好きなってことあのねこの間ちょっと名古屋の方に行ったんだけどそこいつもお友達に頼んでこの人とってもセンスよくってホテル予約してくれるんだけどで でこのなんだろう体調悪いからずっとホテルにいてこの人と会う約束してる人とだけ会うんだけど、うん、その東京から来てくれて待ち合わせしてた時、うんまあ、ちょっとこのね泊まってるホテルはそれなりのホテルだから<ー>ちょっっとやっぱりそれねそれなりの人たちが、ねうんうん、泊まってるわけじゃん。そんなのに あ、どこにい,いんだろうとかって、こう探した、探してるじゃないで、こう見つけた瞬間、二人とも、ラウンジにいたんだけど、その人、うん、どこかなって、見つけた瞬間、二人とも、なんかもう、手、あーって言って、<laughs> 久しぶりに会いたかったよみたいなのをやってる、その相棒がいるんだけど、<laughs> うん、なんか想像つくんね、ロビーで。うん、あ、わかった。<laughs> うん、やつよ、やつ<ー>で、で、この会った時に、うんうん あ痛かったよってお互いに言ってパンチとかしながらいい関係でんかこうでもちょっと話さなくちゃいけないことがシビアな話があってそれを話すにどんだけ時間がかかんのかなと思ったけど10分もかかんなかったあそういう人いるよねパン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 って話が終わってじゃあそんな感じでやっていこうねよろしくねみたいなあお腹空すいたねじゃあ行こうかみたいな私そういう人をパートナーとして やったらいいないなんかお互いに恋愛感情はないない,い,いうん <laughs> <laughs> ないんですそうかな<ー> <laughs> なんかそういうのがいいな私まあ確かにね <laughs>、うん、なんかさ、うん、この人って この人じゃなくともなんかできればできることならね本当に一緒にいてリラックスできて緊張もしないで「あお腹空すいたじゃあどこどこ行こうよ」とか「あもう歩きたくないわ」っていうのとかなんかほらねあきみちゃんみたいに「私黒ビール好きなの?」とかさなんか言える私この相棒にはほんと何でも言えるわけ。うんじゃそれ でも、うん、だから私恋愛感情ないからそうできんのかなって思ってたけああ逆にあーうんないからこそそういう関係が築けるっていうことですかわかんないなんかうんどうなのけいちゃん私なんか恋愛 のことに関してはけいちゃんに聞いた方が早いからなんでなんでなんか結構冷静でいい感じの意見出すよそんなでも恋愛してるわけじゃないけどでも相手によってとかね私たちなんか相手によってあ、そっか結構けいちゃんの聞いてあそっかと思ってるから三人パターンが違いそうそれぞれのパタ自分のタイミングだと思うな私はそういう人を望んでる時もあればっていう話だと思いますけど はサミットも今ね、カメラを向けられてるんですよ。私、どんな人望んでんだろう。でもなんか、それだよね、そこが大事じゃない友達みたいな関係を望んでる時なのか、それともなんか刺激がある相手を望んでるのか。刺激はできないのか。なんかもう、なんか、あなんだろう、楽ちんな人がいいな。 話ががこううつなるる伝わ人絶対いいと思私さなんかあれだわけその人に自分の「こうしたい」が言えないわけだけど言える人がいるわけだから言える人の方が絶対いいよねって私もんか「こうしたい」がやっぱり言えなくて「こうしたい」が言えるのは相棒かなだからさそれ遠慮があるから言えないさ あの多分どんなに好きって思ってても、うん、私これ言えないっていうのはその人に何か遠慮があるから私の心の壁があると思ってるわけ、うん、だけどそれをこの人にはさらけ出せるんだったら、うん、その人こそって思うタイプ、うん、確かにね、うん、なんかさ確かにその方はある意味楽なんだけど、うんうん、でも逆になんか私はこのあの本当に なんかこいつっていう感じのはすっごい頼りになるわけ、うん、仕事のことに関してとかでもこのいろんなね、うん、あのこの3次元の、うん、<laughs> この世の中のことのいろんなこうトラブルにしても、うん、あこれはこうだよああだよってなってくれるし。うん 頼りになるじゃんねこの恋愛になってなんか私多分恋愛に関して面倒くさいと思ってるのかも恋愛関係ブでッた出ましたよ恋愛はどっか面倒くさいとまあね解除解除ごめんなさい私は恋愛に対して面倒くさいと思っているブロックがあるその映像を見せなさいそれをそれを解除するための映像を見せなさい 始まっちゃったやばい解除できないできないあとでゆっくりでゆっすねでなんかこうそう思ってんだね私だからこのなんかこうああんかなああって思っててでなんかこいつとはずっとなんか長くずっとずっとほんとできれば来世も関わっていきたいって思ってるぐらいのすっごいいいやつだわけだからあの もうそんな気持ちがないんだ。楽だわけ。うん、それはそれでいいんじゃないですか。だからね、なんか三年ぐらい経ったら愛情ホルモンが減ってきて、とか信頼とかその人人間性で続くか続かないかが決まるって聞くんだけど、なんかの脳科学でもね、恋愛感情とか。 恋心っていうのは四年ぐらいで冷めるって。あ本当合ってる私会ってるかもしれない。もう四年で切れるね。いや今そうまとめておこうかな。別に私のことではなくて一般的に一般的にね科学的に言うとはい的に言うとだからそういう信頼できるとか。 そう仕事に関して尊敬できるとかっていうのは、うん、私あの女性が男性に対して仕事のことをチクチク言わせるようなやつは大したことないと思ってる<ー>私が結構多分そういう人。 がパーートナなるとと見下しちゃうう思んですよしても仕事できてたからねやってきたし私たちほら子供育てなくちゃいけないじゃんそう子供育てながらバリバリやってきたから実績も残してきたしっていうのもなんか変なプライドをあるね。だからもうほんと仕事できる人とかほんと尊敬できる人じゃないと多分無理だと思うでも私今回反省したよなんか私どこがあれなんだろうと思ったらやっぱりこの。 自分でやってきたっていう自負心が相手の鼻につくんだなと思って反省したうん、うん、私謙虚な人になりたくてうん、うん、謙虚な人が好きだわけうん、うん、で謙虚な人だけどこだわりは持っていたいと思ったけどうん、うん、こだわりが多すぎたなと思って、うん、<laughs> ちょっとこの大したことないこだわりは全部捨ててって,って <laughs>、うん、もっとなんか柔らかくいきたいなと思いますね。うん,ほん,とほんとですよね。うん いいいねろんな人生経験も得た上で私たちいろんやっとだよ、私だから、けいちゃんは私ままだ人生始った大人になってまだね、そんな経ってないしでも、そろそろけいちゃんは大人として周りから判断されるからこれはどういうふうにやったらいいんだろうとかやっぱりその辺はわきまえていかないともう、まあいくつよ。 とかっていう年齢にもうね来てるのでもうかわいいだけではねいけない私たちもあったね可愛いからちょっとこう踏み出していかないとみたいなねまあ20代30代それぞれにねあるからね256過ぎる頃には相手の目が厳しくなってくるよねそうだねうん相手が厳しくなってくるあるある若いから許されることいっぱいあるから。若いから許されるのは ぐらいまでかいまで,で多めに見るかが 23cm からするともう一人前なちょっと痛いぞお前いくつよって私たち見られたよなるねなったね今でもそうじゃないかなとは思うけど今どヘタレとかだめ棒って呼ばれてますねだめ棒だめ棒って呼うダメはい。あの電車の切符変えないしね で、皆さんにお知らせがあります。えーとですね。ちょっとね。前言ってた3時間の特番が取れなくなったんですよ。あの夜の時間が取れなくてで、6月28日に予定していた特番を6月26日私たちの番組内でやろうと思います。6月はい。あ、間違った。7月1月、7月26日会ってるの？火曜日にやりたいと思います。その時はえ明美ちゃんと。 ちゃんとそしてちょっと今お願いしている方と「えっ切符買えるようになったじゃん!」なりましたよ。あはいそなこんなでですね特番は7月の26日。 えー、この番組内で,、はい、でどんなタイトルにするかぶっちゃけ女の裏トークみたいな <laughs> <laughs> まあこれは仮の題としてーー <laughs> 的な感じ,の的な感じでもなんかそれもなんかつん、うん、どうですかねうん <laughs> まあネタ仕込まなくても自然でちゃんと書いておかないと忘れるからはい、はい、そんな感じで、ね、なんかねいろいろありますが 皆さんも体調管理には気をつけて、できればこのね、夏バテなんかしないで26日まで頑張ってほしいと、その後も頑張ってほしいですけど、けいちゃんの予定はどうなってる私、これから7月16日からですね、ライカムでお化け屋敷するんですよ、ちのイベント事業で。じゃあもう、バンバンこれからも忙しいと、そうですね忙しくなってきま感じ。 あ <laughs> あごめんこれだけはいかない <laughs> 子供だけでも入れる <laughs> あ入れますよもちろんじゃあそれ子供だけ連れておくの、うん、そんなこんなでそろそろ1分切りますねはい、はい、さあ、うん、来週も皆さんのお耳にかかれるように私たちも頑張りたいと思います、はい、では皆さん、はい、バイバイバイ